パリゴリンのメンバー発表から一夜明けた7月4日、18人のメンバーから漏れた FC 東京の MF 松木久流は所属クラブの練習に参加して、汗を流した。写真、美人妻と寄り添い、素敵すぎてドキドキ、日本代表25歳と人気モデルのツーショット。パリゴリンメンバーから外れたことについて、山本雅さにナショナルチームダイレクター、ND、 は前日の会見で、移籍の可能性がありますと言及したが、これについて自分の口から言うことはないです。今はリーグ戦しかないので、そこに気持ちを切り替えますと、自身の心境を語った。6日に対戦する柏レイソルとは、J1 リーグ第13節で3対3と引き分けた。松木はこの試合でスーパーボレーを決めており、良い感覚を持っています。 退場者が出てしまって流れが変わってしまいましたけど、前半はすごく良い試合だったので、その感覚は選手みんなもあると思います。この前、負けてしまったんで、連敗しないようにしたいと、今シーズン連敗のないチームの記録継続を誓った。